勝利は誰になる、今現在出馬の意向を固めている候補者を占う河野氏編。さあ、先生また次の出馬、はい、意思を固めている候補者を勝手に占う結果、はい、第3弾、本日はですね河野太郎氏でございます、はい、現在の内閣から唯一出馬する候補者でございまして、はい、そしてですね世論の調査では次の総裁にふさわしいなってほしい人として非常に人気の高い、印象を持ってます、はい、そんな河野氏次期総理向いているのか、そしてなれる可能性があるのか、お願いいたします。はい、河野さんはこれあれですね、はい、中遊資格っていうこれ18格この本に出てる、はいはいはい、18格があります。おの中の一つです、はいはいはい、しかし、しかしすごい偏ってます。偏り、ね、はい、いや水が多いのでなんかすごい普遍的というかなんか優等生でありたいみたいな。おお、うん、だからどっちかっていうとあれですね、防衛長官とか、はい、あれですね警察関係のはなんか規律を守るような、なるほど、きちっとしたような、そうですね、そういう方向性が良いんですがですね、が、はい、大運が悪い。これすごい苦労します、この5年間運勢が、ね、もしなったとしてもそこからはじゃあ結構、はい、辛い、おそらく5年間辛い、あ、おそらく 病気になる可能性が、それだけのストレス抱える可能性が、だから運勢ではもう災難が来る。いや、でも5年って結構先生長いです。5年きついですね、はい、で今年はいいです、運勢は。確かに、あ、なるほどなるほど、こっから先がということですね。だから、はい、だから一応丸にしたいんですが、はい、運勢が悪いんで、はい、まあ、丸寄りの三角。なるほど、ということは、昨日一昨日と×寄りの三角ときたん で、一応いいのはそうです、ね、この3の感じですけども、ね、その殺しとっていうわけではないっていう、そうです、ね、あら、ということはまだ今団子状態ですね、団子状態です自民党の皆さん、ということはまた先生お墨付き出てる人いないので、我こそはという方いらっしゃったらぜひなんとか推薦人見つけて立候補してみてはいかがでしょうかそうですね、まだ本当にわからないですね、そうですね、そしたら、そうですね、はい、三角三角三角でございますから、こっそりと先生が、占っていただいて丸出る人いるかもしれませんので、よかったら我こそはで立候補してみてください。先生3日間ありがとうございます、はい、明日からはまた、政治以外のところでやりますのでよろしくお願いいたします。お願いします。ではまた明日も見てください。また明日。